さて、それではこれから早速実際に人間の彫刻をどういうふうに作るのか見せていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日の公開制作をやるために集まってくれたのはですね、こちらの皆さんです。拓殖大学、流通経済大学、流通経済大学附属高校、合わせて68名のラグビー部員の皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。NHK に集まった68人のラガーマンたち、戸惑いの中、人間の彫刻となるリハーサルが始まりました。こっちを負けさせるのでかなりきついですよ。こっちが多い。さくらさんは自分が頭の中に描く作品の完成図をラガーマンたちに伝えていきます。こっちはかなりこう踏ん張る。これでバランスを取る。今回さくらさんはポージングという手法で作品を作ります。ラガーマンたちは今にも動き出しそうなポーズのまま静止し続けなくてはなりません。はい、よーい、スタート。鍛え上げた筋肉を総動員して作られていく人間の彫刻、その作品がスタジオで公開されます。いや、それではよろしくお願いします。お願いします。よし、行こうか。よし。え、さくんで、さくんで、足踏ん張って、足踏ん張って、にらめよ、にらめよ。よし、 B。 よし、よし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 、いいかな、力入れろ力入れろ。よし、よし、もうちょっと体ひねってひねって、逆転ひねってひねってひねって、そうそう、もっと高く、無理、もっとこっち見ろ、こっち見ろ、そうそう、つまみろ、つまみろ。よし、じゃあ群像やってみましょう。よし、いくよ。耐えろよ。はい、完成。Thank you.
はい、OK。これだけの人がいるっていうだけでもなんかすごく威圧感がありますけど、その人たちが形を作っていくっていうのまた面白いですね、これね。ちなみに今回の作品のタイトルは何でしょう？あ、タイトル、カブトシリーズの中の、ラガーマンカブト。ラガーマンカブト、うん、なるほど。じゃあそのラガーマンカブトをやっていただいた方々にちょっとインタビューしてみましょう。あ、そうですね。わあ、もう皆さんいかついですね。どうでしたか、作品になってみて。あ、完璧なんで満足です。やってる時っていうのはどんなこと考えてるんですか？はい、やってる時っていうのはどんなこと考えてますか？あ、ポージングにこうグッとこう力を入れたり、あと仲間とこう目でアイコンタクトを取って、で、はい、お、なんていうんですかね、確認をし合ったりして。これアイコンタクトを作ってる途中になんかこうやり始めるっていうのはかなりあれじゃないですか、クロートの域じゃないですかね。すごいですね、ちょっとびっくりですね。ていうかそうね、ほとんど毎日彼らがやってる、僕はねグラウンドに見に行って、本当に彼らがグラウンドで動いてる動きを、そのまま使っただけなんですけどね。なんかこうラグビーと通じるものってあるんですか？そうですね、今やった形は全部ラグビーの動きに含まれてるんで、はい、繋がってると思います。あ、なるほど、はい、動きを静止させるというのは難しいことではないですか？そうですね、筋力もないとできないので、はい、みんなの協力があってこうなりましたね、はい、なるほど、はい、本当に素晴らしい作品だったと思います。力強かったですよね、はい、本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さんもありがとうございました。